生ステチャンネルの皆さん、どうも、ワットです。今回の動画見ていただければ、通して爆撃、そしてヒンドゥー語もバッチリ習得できるというような内容になっております。ぜひ最後までご覧ください。ズバリ、今回の内容は、インドが加速する、そんな内容になっております。まずはじめに、新登場の ETF を少しご紹介。iFreeETF インドニフティ50。この名前聞くとですね、ああ、そういう ETF ね、と、もうそれで流しちゃう人もいるかもしれませんけれども、なかなか面白い内容がですね、紹介されておりましたんで、こちらぜひご覧になってみてください。その前に一つ宣伝。僕、LINE もやっております。新登場の投資信託とか ETF の速報なんていうのも出しておりますので、さらっと情報入手したい人、あとは僕にですね、投資の愚痴とか言いたい人、 チャットでもいろいろ雑談とかしてますんで、ぜひ登録してみてください。さて、この iFreeETF。 インドニフティ50なんですが、信託報酬は0.385%と、めちゃくちゃ安くなっております。多分、えー、上場しているインドの ETF の中では最安だと思います。ただ、このコスト以上に期待できるところがあるということで、今回、前半部分で紹介させていただきたいと思います。まず、インドに投資する時の問題点っていうのがありまして、インド株式へ投資するときって、税金面などでちょっと不利なところがあります。 まず、現物購入するときって、事前にインドのルピーを送金している必要があるという、為替関係の問題。そして、現物株式売却するときの税金なんですけども、長期保有だと10%、短期保有だと15%。 そして売却後に資金が拘束されてしまったりするようなデメリットがあります。で、そういったことからですね、インドに投資するときっていうのは基本的に先物とか ETF を組み入れないとインデックス運用って結構乖離しちゃって難しくなってくるんですね。そういったことも踏まえてなんですけども、今回登場した ETF っていうのはまずファミリーファンド方式で運用しておりまして、マザーファンドを通じてインドの株式等に投資するという内容になっております。 このレポートの中で書かれていたのが、インドの現物株式と先物をベストミックスすることでコストを抑制したと書かれております。市場の特性から運用方法により連動指数とのリターンに相違が生じるということで、このマザーファンドがですね、純資産総額が十分に大きくなったことで、インドの現物株式と先物、この二つをですね、いいとこ取りで運用していってますということが紹介されておりました。 じゃあ具体的にどんな感じにこの2つを使い分けているのかって言いますと、まず先物っていうのは日々の調整にですね、使われております。先物の,の魅力っていうのは速やかなポジション構築、解消ができるところ。逆にデメリットがですね、どうしてもパフォーマンスの改良をしてしまう可能性があるというところでした。一方で、 インドの現物株式。これを組み込むことってどういうメリットがあるのかと言いますと、保有時のパフォーマンス回避。これが小さくなってきます。ただデメリットとして、売買頻度によってですね、コストが高くなっちゃうんですけども、ここはですね、先物を活用することで、可能な限り抑えようという仕組みになっております。例えばこれですね、現物株式と先物を、それぞれの保有割合になってきます。資金が流入してくるときっていうのは、まずこの先物を使ってですね、 このように速やかにポジションを構築していく。逆に現物っていうのは基本的には買いましたり売却したりせずに保有し続けるということで指数との連動性を高めるっていうことが紹介されておりました。売却、解約申し込みなどがあった場合には優先的に先物を売却することで売買関連のコストを抑えていくということが書かれておりまして逆に株式については基本的にはあまり触らないようにすると書かれておりました。これによってですね、より指数に近いリターンを実現していこうという ようななファンドになってきてきおりますじゃあ実際ですね、他の投資信託 ETF と比べてどんな成績になっているのか、ダイワさんの実力ということで見てみたいと思います。まあ、こんな風にですね、インドのファンドっていっぱい存在しておりまして、ダイワさんが運用しているのが iFreeNEXT、インド株インデックスという投資信託と、 インド株インデックスという投資信託。そして今回登場した iFree ETF、インド Nifty50 になります。注目していただきたいのがここ。手線部分ですね。一番下に Nifty50 のリターンが書かれておりまして、3ヶ月だと14.6%の投落率。6ヶ月で25.1%。 これに対して3ヶ月以上運用実績があるものの投落率を見てみると最も高いのはこの iFreeNext IndoCab Index 14.1%6 ヶ月でも同様に最も高いのは iFreeNext IndoCab Index で23.6%ということで台場さんの運用がいかに上手なのか分かっていただけるかと思いますということでうにょ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  俺たちの台は素晴らしいですね。まあそんなことから、この株式現物と先物を組み合わせた台和さんの ETF っていうのも、よりインデックスに食らいついていくような運用成績出してくれるんじゃないかなと期待しております。4月の後半ぐらいから登場だと思いますんで、上場した際にはチェックしてみてください。 さて、ではですね、ここからはインドの最近の状況について見ていきたいと思います。皆さん、最近ちょっとインドもう興味薄れてる人多いんじゃないでしょうか逆にですね、むしろ上がりすぎててそろそろ売り時なんじゃないかと心配しているあなた、ズバリ僕が言わせていただきます。今、インドは ズバリ最強のタイミングやってきてると思います。こちらが各国の製造業 PMI になってきます。PMI っていうのは購買担当者提供指数のことでして、企業の購買担当者に新規術とか、まあ、生産とかそういったところの聞き取りアンケートして、提供感を 測っってててる指標になってきまして50を超えてると基本的には景気良い。50を下回ってると悪いというところです。ユーロ圏がですね、ここ最近ずっと悪いんですけれども、逆にインドはコンスタントに50を超えてる。本当に順調な国と言えます。そして実質 GDP の年平均成長率。 5年間の平均というのは、インドは2023年までが4.0%。そして将来の見通し予測値としては、IMF の発表では6.3%と、新興国の平均、米国、日本を大きく上回っております。まあ、こんなことからですね、インドっていうのはこれからも、顕著な成長が続くんじゃないかっていうところが予想されてるんですけども、じゃあ僕はどんな感じの投資してるのかっていうと、こんな感じ、えー。僕はですね、イーストスプリングの インドコア株式ファンドを現在は持っております。と言ってもですね、特に買いましたりはせずに、一括購入した後放置してるっていう状況になりまして、あんまりですね、大きくなってるわけではありません。とはいえ、これからのインドの成長については僕は比較的手堅いと思っているところでして、さらに今回の動画で皆さんにインド第三の時代が始まるっていうことを伝えたいと思っております。ズバリ、6月9日に第三期モディ政権が発足しました。 まあ、インド大好きな皆さんだったら、この日はもうお祭り騒ぎだったと思うんですけども、6月4日にですね、まず、会員総選挙、開票されました。その結果ですね、モディさんがもう一回首相になって、6月9日に第3期を発足しました。そして7月の23日にですね、2024年4月の本予算案を発表しました。この内容がですね、かなり歳出、税制について踏み込んだ、インドの成長を後押しするような内容になっておりましたので、 改めて、インドっていいんじゃないっていう話をしたいと思います。まず、歳出面の話見てみましょう。えー、歳出にあたってですね、インドでは雇用を作り出すこと、そしてインフラ投資を継続することっていうのが大きなポイントとして掲げられておりまして、その中でまず、雇用創出、これについて見てみましょう。えー、まずはですね、この前の選挙ってどうだったの結局って話なんですけれども、2019年については、実は、 インド人民党 BJP と呼ばれる党がですね、単独で構成割合の56%過半数を取っておりました。単独過半数ってやつですね。一方で2024年はこんな結果でした。えー、見てみると、ここ、与党連合国民民主同盟 NDA というのでは過半数を取っておりました。ただ、この インド人民党 BJP だけで見ると、公正割合が44%まで落ちておりまして、単独過半数取れなくなってしまいました。で、これがなんでそうなったのかっていうところについてなんですけども、農村部の貧困層に対する配慮、そして雇用創出が不十分であるっていう、こういった反発がですね、あって結果としてですね、ちょっと支持率が下がったと言われております。これに危機感を覚えた政府が今回の算案でスローガンとして、 雇用技術向上中小零細企業そして中間層というところをキーワードに掲げましたなんかこのフレーズだけ見ちゃうとね どっかのプラック企業の入り口に掲示されてそうな目標って感じがしますけれども、まあ、こんな風にですね、与党は自分たちの支持率を高めるためにも、しっかりと貧困層に歩み寄っていこうとしております。そしてこの雇用創出のためにですね、新規の雇用者対策として3つ掲げられました。新規雇用者対策、製造業での雇用対策、そして企業への支援というところなんですが、まあ、一個一個見てみましょう。新規雇用者対策としては、3回に分けて最大1万5000ルピーまで1ヶ月分の給与、 政府が負担するこれによって万人の雇用そして次、従業員積みだれ金で一部負担ということで300万人の雇用。最後に、新規雇用に対しても負担金をするということで、これだけで見てみてもですね、3000万人近くの雇用創出、今後5年間で約2兆ルピー、日本円でいうと3.7兆円ぐらいのですね、プログラムを推進して、計5000万人の雇用を作っていくっていうような計画をしております。かなりですね、大規模な 雇用創出を考えているインドなんですけれども、もう一つ、インフラ投資の継続っていうところも僕はめちゃくちゃ着目しております。インドのですね、インフラ投資に関する資本支出の推移としては、2023年度の予算としては前年比のプラスの28%とかなり増えているところでした。 そして今回予算としては前年比プラスの17%ということで、まあ、おおよそですね、2月の段階で出ていた暫定予算から、軽微な修正にとどまって国を挙げてインフラ投資を推進するっていう基本的な方針というのは継続となりました。 で、この予算案が出たタイミングではですね、インフラ関係の銘柄、ラーセンという企業は利益確定売りが見られたんですけども、まあ、その後すぐに回復しているところ、一旦利格売り、事実売りっぽい動きだったんかなと思って見ております。まあ、こんな風にですね、雇用とインフラ、この二つに力を入れていくというインド、税制面でも大きな動きがありました。じゃあ、ここから続いてですね、インドの税制について見ていきたいと思います。 まずは製造業における外国企業に対する法人税。この税率をですね、30%から25%へ引き下げました。そして、関税に関する点についても、携帯電話の部品輸入にかかる関税率。これをですね、20%から15%に引き下げることが発表されまして、外資系の企業を誘致するメイクインインディア。これを実現していこうという大きな動きになっております。まあ、こんな風に、 税金が下がればアメリカなど海外の企業って当然インドで上を作ろうかなって思うかと思います。このようにですね、税金が下がることで世界中の様々な企業がインドに工場を建設しようと考えております。で元々ですね、世界中の企業が今中国のカントリーリスクを避けたいと思っておりまして、インドというのはチャイナプラスワンと呼ばれて中国のカントリーリスクの分散先としてですね、 多くの企業から長年注目されているところになります。世界中の企業が今インドに工場を建設して、そこから雇用がまた生まれようとしているという状況になっております。そこにさらにですね、福利効果を高めるために、 インドでは所得税の課税税率。今までは5万ルピー以上稼いでる人にはかかるという条件だったんですけども、さらにハードルを上げました。7万5千ルピー以下の人は所得税かけませんよというようにですね、税制緩和が見られたんですね。もともとインドっていうのは2013年ぐらいって貧困層の割合が29.17%とかなり多かったんですけども、 これが9年間でなんと11.3%ぐらいまで大きく減少しました。貧困層の割合が下がっている中で、さらにですね、国民の生活を重要視し、まあ、現金をばらまくんじゃなくて、継続的な水準を高める取り組みを行っております。税制と雇用創出による抜本的な所得の向上。 この動き、ほんとどっかの国のどっかの総理さん見習ってほしいと思いますよね。ちょっとでもそれに同意してくれる人はぜひチャンネル登録の方お願いいたします。さて、こんな風にしてですね、インドの中間層の皆さん、所得が増えた。ということで次にやることはもちろん投資ですよね。 そういった意味では、インドも非常に充実しておりまして、SIP という、まあ、サービスがあります。サービスって言っていいのかわかんないですけど、システマティックインベストメントプランというものがありまして、これわかりやすく言うと、ニーサみたいな感じですね。投資信託の積み立て制度で、インドでは現在7300万口座あります。最低500インドルピーから始めることができまして、まあ、すごくライトな感じ。さらに、年間最大15万インドルピー、まあ、24万円程度ですけども、税制優遇が設けられてる。 こういったことからですね、国民が国内の企業たちに投資をすることができる環境っていうのもしっかり整っております。これは株価の下支えっていう意味でも大きいですよね。 こんな風にですね、国内に対しての取り組みが順調なインドなんですけども、対外的にどうなのっていうところもちょっとだけ見てみましょう。こちら最近出てたニュースですが、モディ首相、ロシア訪問、プーチン大統領と両国間関係強化を確認と書かれておりました。マジかよ、ロシアかよ、と思うかもしれませんけども、インドとロシアっていうのはエネルギー関係の観点からもめちゃくちゃ重要な関係性を持っております。インドってもともと原油、めちゃくちゃ輸入する国でして、世界第3位になってきます。 もともとは近くにあった中東地域からですね、原油を調達してましたけれども、やっぱり中東地域も不安要素っていうのは結構大きいです。2023年度のインドの原油輸入を OPEC からっていうのをかなり引き下げてきておりまして、もともと64.5%あったのを 49.6%まで下げ、その分散先としてロシアを36%まで高めているという状況になります。モディさん、アメリカとも仲良くやりつつも、ロシアともほどほどな関係を保ってるんで、取りようによっちゃ発泡美人かもしれませんけども、結構うまく立ち回ってるのかなという印象です。こんな感じでですね、インドの株式市場って今どんな感じかっていうと、税制改善によって外国企業の誘致、そして雇用の創出、 さらに、所得税改善などにより、可処分所得が国民増えてきておりまして、投資に回す余力が出てきている。これによって、多少ですけども、株式市場、相場の下支えができてきている状況になっておりますので、投資しやすい環境は確実に作られてきていると思います。じゃあ、僕たち日本人投資家、何買えばいいんだよっていうところ、これについても見ていきましょう。まあ、復習の話なんですが、インドに関して投資する際、インデックステーマ型、そしてレバレッジの商品っていうのがあります。 投資信託ばっかりになるんですけども、Emaxis のインドとか、SBI のサクッとインド、そして最近登場した a m u n d インデックスシリーズのインド。テーマ型で言うとイーストスプリング社のインフラ関係とか、コア株式っていうのがありまして、レバレッジ商品っていうのも最近ポツポツと出ております。それぞれの特徴、必質はそこまでないと思うんですが、インデックスはやっぱりコストは安いですし、 テーマ型っていうのは集中投資ができる。レバレッジはまあ文句なし。レバレッジって感じですよね。じゃあ、それぞれの成績ってどれぐらいなんだろうっていうのを、iFreeNEXT かな、登場したタイミングから期間取ってみました。レバレッジ商品はちょっとパッとしない状況になっておりまして、最も優秀なのがオレンジ色。イーストスプリングのインドコア株式。僕が投資してるやつになってきますね。素晴らしい。ただ、どれもですね、数十パーセントという高いリターンを出しておりますんで、 まあそもそもですね、この市場に投資できている時点で大正解っていうところでしょう。ちなみに、iTrust と EastSpring っていうのはアクティブなファンド。iFreeNext がインデックスで、NZAM がレバレッジになってきております。この中でですね、どれに投資すべきなのか、これからの話として、僕が思っているのは5年から10年という程度の投資期間であれば、アクティブ。 特にインフラ関係とか、昨日、イーストスプリングのコア株式なんていうのはいいかなと思います。ただ30年以上の長い期間でっていう意味だったら、やっぱりインデックスがいいんじゃないかなと思っております。現在のインドの名目 GDP の内訳なんですけども、その6割がですね、個人消費。そして投資、固定資本形成と書かれてるんですけども、これインフラ投資とか設備投資っていうところになります。 これらが全体の9割を占めてるっていう状況なんですね。つまり消費とインフラが今インド経済を牽引してるっていう感じになってきます。この成長がどこまで続くのか。やっぱり今最近っていうのは伸びてるんですけども、一生伸び続けるっていうのはやっぱりちょっと頭打ちな時期も来ますんで、インフラ関係等は10年程度までだろうと思っております。ただこれからですね、20年間インドの消費額っていうのは年率9.8%の脅威の値で伸びていくと。 予想されてまして、日本とは比べ物にならないぐらい成長していきます。そんなことからもですね、やっぱり投資するならこのイーストスプリング、インドコア株式は、僕がポジションを持ってるっていうのもありますけども魅力的だと思います。改めてこちら簡単に説明すると、僕たち投資家がイーストスプリング、インドコア株式に投資する。これがですね、イーストスプリングメンツのコンシューマーエクイティーオープンとインフラストラクチャーエクイティーオープンっていうのに投資しまして、 インドの消費関連とインフラ関連の企業に投資します、まあ。ということで結構わかりやすいファンドになってくるんですけれども、まあ、イーストスプリングのインド消費関連とイーストスプリングのインドインフラ、この2つに投資するようなファンドと思ってください。この2つのどっちかに投資するっていう意味でもまあ全然問題ないと思います。ただ注意していただきたいのは実はこのインド消費関連やインドインフラってコスト結構高いんですね。2%近く。一方でですね、この プラスアルファインドの方がコストが安いというような状況になっております。そしてそれぞれには信託財産流保枠がかかっちゃうんで、売却の際ちょっとだけ引かれると思っておきましょう。じゃあこれら3つですね、どんな成績なのかっていうところを見る前に1つだけ宣伝させてください。えー、僕ですね、インドの勉強ってそんながっつりしてるわけではないんですけども、 ムーム証券アプリ使うと、インドの勉強めちゃくちゃ楽になります。インドのですね、有名 ETF、EPI ってあるんですけども、これ検索してですね、コメントっていうところを押してみると、インドについて個人投資家の方がコメントされております。 この場合、トゥーナーさんという方がですね、インドについてパフォーマンスなどを言及されておりまして、勉強になります。さらにですね、ニュース部分見てみると、世界中のですね、いろんなサイトのインド関係の記事が出ております。ただですね、僕のチャンネルの人みんな結構ね、日本語以外は専門外な人多いかと思います。そういう場合も安心してください。まあ、こんな風にですね、記事をタップしますと、ここに翻訳ボタンがありますんで、これポチッと押すと、日本語に簡単に翻訳してくれますんで、これさえあればもう翻訳もタヌキも、 いりません。マジでムーム証券のニュース記事、勉強しやすい環境になっております。そして、ムーム証券さん、今度ですね、日経 CNBC と共産でめっちゃ大規模なサミットするようです。で、これびっくりしたんですけど池上明さんが NVIDIA のですね、日本代表、米国本社の副社長のですね、 大崎さんを招いて対談を行うっていうことで、これはすごいぞと。その他にも、ユミンさんとか、桐谷さんなんていう著名人も登壇されるようです。ブース展示とか、豪華商品が当たる抽選会とかもやるんで、結構楽しい感じのセミナーになるんじゃないかなと思っております。日程は9月の16日で、ホテルオークラで開催されます。参加費無料なんで、僕もちょっとね、抽選会とか、桐谷さんに会ってみたいっていう理由で、申し込んでみようかなと思っております。ぜひ皆さん、申し込んでみてください。さて、お待たせしました。えー、このですね、 実績としてはやっぱりインドインフラがめちゃくちゃ優秀な結果になっておりまして、インドの消費関連というのは残念ながら37%というような成績でした。落ち着いて見てみれば1年間で37%ってぶっ飛んでるんですけどね。そして知っといていただきたいのはこちら。えー、実はですね、赤色 EMAX SLIM 米国株式 S&P500 よりもこの期間でいうとインドの方が圧倒的に優秀でした。 えー、積み立てニーサで S&P500 全力だぜと思ってる人、本当にそれでいいのかまあ、僕がね、皆さんの進路を変えるのも良くないのかもしれませんけども、インドも捨てたもんじゃないですよ。ちなみに SBI 証券での積み立て等のランキング見てみましょう。はい、全然です。プラスアルファインドでも70位台とか、えー、消費関連とかインフラだと100番台とかになっております。このリターンを皆さんが知ってればもうちょっと順位上がるんじゃないかなと僕思っております。そして ETF で投資したいなら、 ダイワさん、高いリターン出してくれると僕期待しております。ナマステチャンネルの皆さん、インド、これからも来ると思いますかよろしければ、コメントで率直な意見聞かせてください。今回は、iFree ETF からの新商品の登場。そして、インド、第3期モディ政権が始まる。今からが本番かもしれません。という内容でした。少しでも参考になったよという人、コメント、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。